知らないんですけど、誰が来るんだろう。最初なんで優しめな。もうやばいです。山木セイラちゃんでした。勝てるとこ一個もないもん。いやーやばいです。まず白状に入るっていうのがよくわかんなくて、白状の子は結構しっかりやってますんで、レベルも結構ね高いんで、今日それをちょっと私はしっかりみなみちゃんに見せてやりたいと思います。こんなもんですよと。セイラちゃんだってドライバー300ぐらい飛ぶらしいですよ。その時点で何ヤードぐらい違うの。下手したら100ヤードぐらい違うかもしれないのに。マネージャーで今まで選手を応援する側にいたんですけど、選手の魅力とかゴルフの面白さをすごい身に染みて感じてて、私も届けたいなって。みなみちゃんパタ練してるらしいですよ。寒い中雨の中。本当ですね。なんか焦ってんのかな。作戦はですね、アプローチをめっちゃ練習してきました。ワンピンに寄せれるぐらいのアプローチを全部できるようにやってきました。お昼には帰れるかなと思ってるんで。おい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 。今日は私とセイラちゃんのマッチプレー対決です。9ホールで終わらせるんで。いやいや、全負けじゃん。ぜひ見てください。今日はブリック&ウッドさんにお邪魔しているんですけれども、はい、ここね、トリッキーらしいんですよ。そうなん。得意ですか、トリッキー。余裕、何でも余裕。何でも余裕。噂で聞いたんですよ。噂でトリッキー。噂でトリッキーって聞いた。まあもうそこでやられてますね、彼女は。完全に。もう余裕です、これは。ということで、マネージャーみなみ、セイラとの対決、行ってきます。行ってきます。バイバイ。攻める気満々で、最初のリズムって大事だと思うんですよ。もう最初のリズムを取っちゃえばもうこっちのもんかなーなんて思っております。なんか今ちょっと調子のとこと言ってたの遠くで聞こえたんですけど、マッチプレーっていうのは相手のことを考えないで自分のゴルフをして始まる。まずちょっと自分のリズムを整えて、あっちに圧をかけつつ、まあ、かけなくてもかかると思うんだけど自分のリズムをこう作っていこうかなって思います。いい球を打ってプレッシャーを与えたいと思います。言ったからね。かけてみてよ、プレッシャーを。ちょっと脱ぎますね。およし、今日よろしくお願いします。お願いします。ナイス、うまいうまい。さすが、プレッシャーかけるっていう女はちゃうね。プレッシャーをかけました。ちょっとトップしたやろ、正直今トップした。チョップした。今日よろしくお願いします。ナイスショー、めっちゃ飛んでる。いいよ、スタートはいいよ。この調子でね、ポンポンポンと行っちゃいましょうか。やばいです。何ヤードぐらい差があるんだろう。さあ始まりましたけど。いいじゃん今ね。まあちょっとトップしちゃったんですよ。知ってる。でももうちょっとテンパって思いっきり右スポーンとか行くかなと思ったらめっちゃ耐えるけん。練習する女は違う。違いますよ、今日は違いますよ。なんかテンパった時のみなみちゃんが超わかりやすいから、もうねリズム速くなってなんか喋り止まんないでなんかあーとか言い始めたらもうこっちのもんだから。その瞬間私待ってるんだよね。もうそれを作るのが私の目標。ねえねえ、何ヤード違う。なるほどね。軽く50ヤードは違うと思う。スプーンで打ちます。ナイスショー。イエイ、うまくない。めっちゃうまい。なに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 。私がこの間回った時より絶対レベルアップしてる。なんか練習しようなこっそり。私今日のために練習してきたんです。何ヤードぐらい。200かも。止まって、ちょっとトップしちゃったけど全然大丈夫だよ。ゴルフはね、3段目が勝負だから。バンカー入りました。全然バンカー入ってない。入ってない入ってない。そんなバンカーは入れるわけないじゃん。セイラちゃん2オンできる可能性があったホールらしいです。すごいね、460ってさ2オンできるんだね。いやちょっと番手、いや今日慎重になりますよ。だいぶつま先上がりか。つま先上がり100ヤードって一番辛いよね。よく喋りますね。そのための口だから。
おお、ちょっとダフるの怖がってトップしたでしょ。でもめっちゃいい感じに寄っていくやん。よくしゃべる。うまいな。せこいですね、トップさしてラン出して、で決めてちょっとずつなんか、あ、もう余裕よ。もうこんなのね、あれウォームアップ、 もっともっとガンガンいくけん、だからもう舐めすぎ舐めすぎ。トップしてさ、ピンに寄せって許されるわけがないよ。あ、下の段だよ。よし、ここちょっと見してあげないとね。3段目とはこうやって打つんだよと。40ヤードで、40ヤード右からの傾斜。あの傾斜を舐めとった。もっと右から回さんといけんかったな。すいません、ありがとうございます。どうぞどうぞ。ありがとうございます。おまじないかけといたから。入らない、入らないやつ。いやいや、入るように。ここって目とかあるのかな。よく喋りますね。噂では右から強い目って聞いたけど、信じるか信じないかあなた次第です。相当登ってますよ。補足とかしちゃうね。補足してる南初めて見たかも。止まって止まって止まって。おお、いい距離残って。止まって。ちょっと打ちすぎちゃった。めっちゃ良くない？ワンピンぐらい？今日はここまで。皆さんにお願いがあります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。番組では公式インスタグラム、ツイッターをやっています。皆さんぜひチェックしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。